小三の頃からなぜだかおばあちゃんと暮らしてた。実家の隣だったけどおばあちゃんと暮らしてた。毎日お手伝いをして五目並べもした。でもトイレ掃除だけ苦手な私におばあちゃんがこう言った。トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。その日から私はトイレをピカピカにし始めた。べっぴんさんに絶対なりたくて毎日磨いてた。買い物に出かけた時には二人でカモナンバー食べた。新喜劇録画し損ねたおばあちゃんを泣いて責めたりもした。トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。少し大人になった私はおばあちゃんとぶつかった。家族ともうまくやれなくて居場所がなくなった。休みの日も家に帰らず彼氏と遊んだりした。五目並べもカモナンバーも二人の間から消えてた。どうしてだろう人は人を傷つけ大切なものをなくしてく。いつも味方をしてくれてたおばあちゃん残して一人きり家離れた。して2年が過ぎておばあちゃんが入院した。痩せて細くなってしまった。おばあちゃんに会いに行った。おばあちゃんただいまってわざと昔みたいに言ってみたけどちょっと話しただけだった。
の朝、おばあちゃんは静かに眠りについた。まるでまるで私が来るのを待っていてくれたように、ちゃんと育ててくれたのに、恩返しもしてないのに、今子じゃなかったのに、こんな私を